世界の強豪キューバに富士フイルムが挑みます。国際試合キューバ対富士フイルム富山大会男子の試合がここスポーツパレス富山県総合体育センターで間もなく行われようとしています。会場には朝4時から並んだという熱心な女性ファンをはじめていたしまして、たくさんのバレーボールファンが詰めかけ、嫌が上にも興奮が高まってきています。女子学生たちはこの会場の中でお目当ての選手にカメラを向けまして、そしてフラッシュを何枚も何枚も浴びせかけていました。河合さん、はい、今日はどんな試合を昨日がちょっと珍しく高いチームとやったんで、うちの方がちょっと慣れてないっていうことで、結構あっさり負けちゃったんですけども、やっぱり、今日は昨日いろいろ後半の方で、だいぶ、感覚がつかめてきたんで、今日はやっぱり初めから、いい試合していきたいと思います、うん。熊田さん、相手は非常に若いチームだということですが。そうですね、乗らしたら怖いチームですね、はい。どういったような試合展開を考えたりしますか。そうですね、いつもと変わりなく富士フイルムのバレーができればきっと勝てるんじゃないですかね。実力的には世界のトップクラスにあると言います。キューバに対しまして日本では無敵の富士フイルムが一体どんな試合を見せてくれるのか、杉本は、熊田は、そして河合はどんなプレーを見せてくれるのでしょうか。まもなく試合が始まります。全日本男子最終候補選手のうち7人を擁する富士フイルムがここ富山県総合体育センターで世界の強豪キューバと対戦します。国際バレーボール試合富士フイルム対キューバ、早稲田大学教授でバレーボール部総監督古市卓さんの解説でお伝えします。古市さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて古市さん、はい、この日本の富士フイルム、イコール全日本と見ていいと思うんですけれども、キューバがですね、五輪不参加となった現在、今日の試合どういう見方をすればよろしいんでしょうか。はい、今ですね、熊さんおっしゃいましたように、全日本とね、ほぼ同型ですよね、はい。そう見ますとね、やはり高さに対して弱点があるんですね、全日本の場合には、はい。ですからこのキューバをですね、ここに迎えてちょうどオリンピックの前に試合もできるというのはですね、非常にいい練習になりますね。でスパイクあるいはブロック、やっぱり高いですからね、はい、この対策が一番勉強になると思いますね。ソウル五輪勝利に向けて高さに対する対策、はい、そうですね、ということですね、はい。さて試合の方ですけれども、実はですね、はい、昨日滑川市で同じカードで試合が行われました、はいはい。結果がですね、3対0とキューバのストレート勝ちという結果だったんですね、はいはい。私が見たところはですね、昨日の富士フイルムはですね、いつもの富士フイルムとちょっと違ってるなという見方ができますね、はい。そうですか。と申しますのはですね、やっぱり技術的な部分もそうなんですが、やはり気力とかね、はい、集中力とかあるいは闘争心といった面でですね、はい、昨日はちょっといつもの富士フイルムと違うなと。そうですか、いう感じがしました。細かく言えばですね、エース熊田がちょっと不振かなという。そうですね、はい。熊田君もそうでしたし、決まってるのが技術的に通用したのが三橋君、はい、岩島君ということでですね、はい。海藤君も波があったということで、はい、ちゃんと昨日の試合を忘れてほしいですね。そうですね、昨日の試合終わった後でキューバのサムエルス監督に聞きましたらですね、はい、キューバのその勝利のポイントなんですが、レシーブがうまくいき攻撃に結びつけることができた、一方の富士フイルムはですね、そのレシーブがちょっと悪かったんじゃないかというようなね、お話があったんですけれども、レシーブということになりまして、やっぱりブロックとの関係でね、取りやすい取りにくいというのが出てきますからね、はい。そう見ますとキューバがブロック高いわけですから、はい、打ってくるコースっていうのは大体分かっちゃいますよね。そうですね。ですからレシーブが有利になるということですよね、はい。さてコートの方では試合前の公式練習が終わりまして、まもなく試合が始まろうとしております。今画面に映っていますのがキューバの監督サム・エルス監督です。今年41歳になります。今回の試合の目的はですね、不参加となった今次の国際大会で活躍できる選手を見出したいというふうにおっしゃっておりました、うん。そうですね、新旧交代という形ですよね。そうですね、今回の来日メンバーを見ましてもかなり去年とは違ってますよね。そうですね、はい。聞くところによりますと浜名にですね、何人かベテラン選手を置いてきたということで、結局ソウルに不参加ということは次のバルセロナに対してはもうスタートしているということですね。そうですね、さてそれでは両チームのスターティングオーダーを簡単に紹介いたします。この赤いユニフォームがキューバです。
そしてこちらのグリーンのユニフォームが富士フイルム。まず富士フイルムのスターティングオーダーですけれども、サーブ順でいきます。1番の熊田レフト、7番の米山セッター、そして2番の三橋センタープレイヤー、5番の海藤レフトアタッカー、3番の岩島ライトアタッカー、6番の河合センタープレイヤー。これが日本富士フイルムのスターティングオーダーです。一方キューバです。キューバのスターティングオーダーは昨日のアメリカの試合と変わっていません。サーブ順で9番ディアゴセッターです。そして14番のロビンソン、7番のビジャン、4番のデスペーニュ、これがレフトアタッカーでキューバのエース。そして6番のベルトラン、5番のバルデス、センタープレーヤー。この6人がキューバのスターティングオーダーです。まもなくコートの方では試合が始まろうとしています。今日の主審はキューバのペレスさん、そして副審は日本の西川さんです。両チーム握手をしまして、まもなくコートの方では試合が始まろうとしています。さて古市さん、はい、今日の試合ですけれども、まあ、昨日の滑川戦の後での試合、はい、富士フイルムとしてはどういうところにポイントを置いての試合となりますでしょうか。そうですね、やっぱりあのベテラン選手がですね、三橋君、あの杉本君、岩島君は、まあ、キューバに対しても通用すると、はい、いうことが昨日の試合である程度分かりましたのでね、はい、やはりあの熊田君あるいは河合君ですね、海藤君といって若い人たちがですね、はい、この高さにどういうふうにあの通用するかですね、そこら辺が技術的にあの大きくあの勉強してもらいたいということだと思いますけど ね、 そうですね。今画面に映っていますのが河合選手です。センタープレーヤーです。これが主審のペレスさん、そして副審は西川さんです。さあキューバのサーブで試合が始まります。ストーンと落ちるようなサーブでした。さあ米山が中央から三橋を使います。まず三橋が決めてどうでしょう、幸先の良いスタートでしょうか。そうですね、センター攻撃早いですからね、はい、そうですね、はい、さあセッターの米山がサーバーの位置に下がっています。さあしっかりとセッターにボールが返って、4番のデスペイネ、まあ、デスペイネ選手あたりはもう世界のトップクラスですよね、はい、そうですね、高さといいですね、それからキャプテンとしてね、はい、リーダーシップしっかり取ってますね、まあ、昨日のアメリカ戦見てます、本当にですねバックアタックがすごかったですね。そうですね、もう前衛バック関係なく打ってきますね、はい、そうですね。まあ、再び三橋が決めてサーブ権をもぎ取ります。富士フイルムです。サイドアウトがこれで3回続いています。さあその今のプレーをもう一度ご覧いただきました。三橋のサーブでした。ちょっとシングルハンドトスになります。これは中央から河合が抑えました。この河合選手の活躍が一つのポイントですね。そうですね、はい、昨日はちょっとね、はい、あの後半良かったですけどね、前半は実力が出てなかったみたいですけど、これはアウトです。さあ富士フイルムにポイント1点2点と連続ポイントが入っています。富士フイルムのキャプテン三橋のサーブ。さあディアゴが6番を使います。そうですね、これは入りました。この、はい、あの攻撃ですね、バックの移動攻撃、ね、そうですね、これをやっぱり富士フイルムどういうふうに止めるかがね、一つの課題になりますね。特に今決めた6番のベルトランですが、はい、このベルトラン選手の移動攻撃非常に見事なものがありますね。そうですね、はい、さあ米山が中央から河合を使いました。スポット、これはホールディングを取られましたキューバチームです。さあ今日は立ち上がり富士がなかなか、まあ、いいスタートと見ていいでしょうか。あのセンター攻撃を中心にしてですね、はい、使ってますね、アタックのフォーメーション組んでますね。そうですね、さあキューバの中央攻撃です。決めたのが5番のバルデスです。センタープレーヤー、非常に速攻が素晴らしいプレーヤーというふうにサムレス監督がおっしゃっていました。さあサーバーの位置にエースのデスペイネが下がっています。キューバスパイクサーブと見せかけて非常に緩やかなサーブでした。さあトスが2段になって熊田を使います。熊田のクロスはこれはアウトです。ここですね、はい、ですからはレフトのオープンあるいはライトのオープン攻撃がどういうふうにあの有効にね、はい、キューバのコートに落ちるかですよね。得点が2対1、日本が1点リードです。さあ米山しっかりボールの下に回り込んでバックトスを使って3番です。3番の三橋が打ちました。さあキューバベルトラン、ああいいと下げましたよね。そうですね、ですからあのスパイクとしてはスパイカーとして打ちやすいですね今なんかね、はい、得点が2対2平行カウントになっています。サーバーがデスペイネ、ジャンピングサーブ、これは強烈なサーブでしたがアウトです。キューバのサーブミス、サイドアウト、サーブ権が富士フイルム。サーバーの位置に岩島です。岩島のサーブです。ネットギリギリのサーブ。さあレフトに振って6番です。日本のブロック。さあ米山が中央から河合を使う。
河合のスパイク場内から大きな拍手です。割れるような拍手が起こっています。さあ今の河合のプレーをスローでもう一度ご覧いただきました。さあ岩島のサーブが続きます。アンダーで上げます。さあレフトからこちらもアンダーで上げて一つが流れた。これをダイレクトで打ちました。6番のベルトラン。さて古石さん、はい、まあ、このキューバ対富士フイルムといいますより全日本の試合なんですけれども、はいはい、去年から今年にかけて振り返ってみますとですね、勝っている試合が一つもないんですね。あ、やっぱりね、高崎ということに対しては非常に、まあ、日本のどのチームですけどね、はい、やっぱり苦しいですよね。そうですね、まあ、全日本で見てみますとオリンピック出場資格の第一戦、これは去年の5月にブラジリアで行われましたけれども 3-0 で負けています。その後日本で行われた NHK 杯でも全日本の負け、その後日本対キューバの国際親善試合だったんですが、この時は3-2ということでですね、日本もかなり健闘はしたんですが、やっぱり攻撃が厳しいですね。そうですね、ですから、まあ、なんて言いますか、今なんかはセンター攻撃が、ね、非常に有効に働いてますよね。そうですね、ですからレフトはもう少し離した方がいいとかですね、はい、やっぱりもう少し作戦的に変更する必要もあるかもしれませんね。富士フイルムが4-3と逆転です。あ、失礼しました。キューバが4-3と逆転です。さあキューバロビンソン、ワンタッチありました。やはりキューバというのはね、はい、一般的には雑なチームだと言われてたんですけれども ね、このチームに限って言えば非常に小回りが効くですね、つなぎのプレーがうまいですね、はい、さあキューバが3点、4点、5点と3連続ポイントです。シングルハンドトス、かわいい、これはアウトです。サイドアウト、サーブ権が日本の富士フイルムに移ります。かわいいがサーバーの位置に下がりました。前衛に三つ足が出ています。富士フイルムストーンと落ちるなサーブ。さあアンダーで上げてバックアタックです。ブロックどうか、オーバータイムです。さあフリーフィルムに4点目が入りました。4-5、1点差です。ハワイのサーブが続きます。場内からソーラという声。5番のバルデスです。バルデスもあれですね、はい、高いですよ ね、 そうですね、速いし高いんですね。身長が195センチ、これですよね、はい、この高さに対する対策、ね、クリスさんが初めにおっしゃられましたけれども、それを今回の試合で、見つけてほしいですね。そうなんですね、はい、さあポイントキューバで6-4です。でキューバサーバーがそのバルデスです。速攻が素晴らしい選手、今年21歳になります。バルデスのサーブ。さあ米山が中央から三つ足を使います。今は米山君がですね、非常にうまいトス回しをしてますよね。そうですね、それでトスを上げるとき手を引いてですね、はい、これちょっと出ませんでしたけどね、よく釣ってますよね、はい、ブロッカーを。フーアタックです。キューバ最近こういう小技もですね、うまくなりましたね。ですからよく指導してますね、監督はね。そうですね、まあ、どちらかというと今までのキューバのイメージとは違ってきますよね。違いますね、はい、全然違ってますよ。ボールの下にしっかりと回り込んでトスを上げて岩島に打たせました。その米山がサーバーの位置に下がります。米山選手なんですけれども、はい、富士フイルム単独チーム日本リーグで言いますと、まあ、池永選手に、ね、若手の変わられることが多かったんですけれども、まあ、全日本としては成績か、まあ、真鍋と争ってますけどね、やっぱり安定性がありますしね、落ち着いてますよ ね、 すね、はい、さあ得点が6-4とキューバ2点のリードです。岩島のスパイク、よく拾っているキューバです。トスが2段になってデスペイネ、デスペイネスパイクが決まった。キューバに7点目が入りました、このデスペイネ。さあここで富士フイルムが1回の目の作戦タイムです。中取ってるからな。あと旬のトスちょっと低すぎるよ。あとダメだと一回当ててこっち取ってもう一回攻め返せ。いけるいける。であと4番のやつも中しかないから外こうやって思いっきりな中に飛んで。レシーブ余るレシーブ。
ウリさんという指示なんですけどね、はいはい、守りを固めろということですけどね、やっぱりあの選択攻撃は生きてるからね、はい、これそのためにはあのカットって言ってましたけど、サーブをですねしっかりレシーブしてセッターに入れろという指示ですよね。そうですね、ともかく藤としては今センター攻撃がいいですからね、はい、これをうまく活かして得点に結びつけたいということでしょうか。さあ9番のサーブです。おっとダイレクトで打ちました。この7番のミジャンです。身長が198センチ。こういうふうに身長を見ていきますとキューバは190以下の選手がいないですね。そうですね、はい、一番大きいところで2メートル6センチという選手が今ベンチに入っています。さあ2枚ブロックです。ブロック成功キューバ、得点9対4です。まあ、こういう試合の中で、ソウルオリンピック9月14日から始まりますけれども、17日ですね、はいはいはい、始まりますけれども、はい、まあ、全日本としてはですね、はい、なんとか活路を生み出してほしいということですよ ね、 すね、まあ、一番のポイントは最初に当たるアメリカ戦ですよね、はい、そうですね、はい、日本は B 組でしたね、はい、アメリカ、アルゼンチン、フランス、チュニジア、オランダというふうに当たっていきます、はい、さあ岩島です。岩島のスパイクが決まった。惜しいですね。確かに外れましたね。そうですね、はい、さあキューバに10点目です。10対4、その差が6点差。さあそのソウルオリンピックなんですけどね、はい、アメリカ、アルゼンチン、フランス、チュニジア、オランダとのリーグ戦の中で、日本は2位にならないと決勝の方に残れないわけですね。そうですよね、メダルに、ね、手が届かないということですけどね、はい、これもまあ非常にきついことですけどね、不可能ということではないですよね。まずアメリカ、これは世界のチャンピオン、はい、かなり難しい。まあ、フランスなんかも強いですよね。そうですね、フランス去年2勝3敗ですか、負け越してますね、はい、アルゼンチンにも1敗してますしね、はい、アルゼンチンなんかも息がいいチームですからね。そうですね、まあ、ということで非常に今回のソウルオリンピック、この富士フイルムの選手がほとんどを占めます全日本としてはかなり苦しいというふうに見ていいでしょうね、はい、苦しいでしょうね、今の、あの段階ではですね、まあ、これから100何日かありますから、その間にどういうふうな形であのチームが、ね、成長していくかにかかりますよね。そうですね、はい、さあ得点の方が11対4とキューバが圧倒的なリードです。第1セット、さあ米山がバックトスでハイトを使います。ハイトのスパイク、キューバアンダーで拾う、トスが2段になって4番のデスペイネ、ブロックどうか、取れましたね。あ、惜しいですね、つなげません。フジフィルム、キューバに12点目です。これが井原監督です。フジフィルム井原監督は今年47歳ですか。まあ、今回の試合非常に口数が重かったんですけどね。もうやっぱ苦しい試合ですよね、特にイタリア遠征から戻ってきてすぐの試合ですからね、大変だと思います、はい、選手は。さあスライディングです。フジフィルムです。6番の河合が決めました。これはうまいですね、はい、もうインナーの方を向いていてストレートを手首返してですね、河合君の得意なコースです。そうですね、はい、河合はまあ先ほど行われました日本リーグでは、ね、ベスト6に入ったのが非常に物足りない成績でしたよね、はいはい、スパイクで4位です。あーっと、はい、回答ですね、サーブポイントです。富士、はい、フイルムに5点目。さあこの回答も日本リーグでは不調な選手の一人でした。うん、そうですね、まあ、ちょっと波が、ね、まだありますからね、はい、なんとか頑張ってほしい、はい、さあキューバ中央からです。サイドアウト、サーブ権がキューバに移ります。そのキューバ、デスペイネ、この選手素晴らしいですね、はい、若いですしね、まだね、はい、サーブもコーナーに使い分けますよね、はい、スパイクサーブで来るかと思えば非常に柔らかいサーブ。そうですね、うまいですね、この、あのデスペイネ選手本当にあのキャプテンとしてね、リーダーシップをしっかり取ってますよね。そうですね、はい、さあデスパイネ選手のサーブが続きます。今度は強烈なサーブです。さあ米山移動してトスを上げて熊田を使う。ワンタッチありました。9番にワンタッチです。さあここで日本富士フイルムがメンバーを変えます。岩島を下げまして池永君ですね。そうですね、はい、はい、さあ池永が入って15番の成田も入ってきましたね。米山君が前に行きましたから、成田君でブロックを強化と、そうですね、はい、若いセッターの池永が入っています。富士フイルムです。これチャンスですね。さあレフトに振ってその変わったばかりの成田ですが、はい、決まりましたよ。決まりましたね、
なかなかこういうのが若い選手の自信につながりますね。そうですね、彼はね、あの弘前工業ですからね、はい、名門校ですからね、あのしっかりあの基本もできてますしね、いい選手ですよ。はい、さあ時間差攻撃に持っていきます。6番のベルトランです。サイドアウト、サーブ権がキューバです。13対6。その移動攻撃の素晴らしいベルトランがサーバーの位置に下がりました。キューバです。ベルトランのサーブ、フローターサーブです。さあ池永が川井を使いました。2段トスになってロビンソン、これはアウトです。さあここでまた富士フィルムにメンバーチェンジです。6番の川井に代わって13番の山本が入ります。山本智和です。19歳、ピンチサーバーです。さあその山本のサーブに注目しましょう。さあキューバどう攻めるか。バックアタックですが、ブロック、ミス足のブロック、いいブロックですね。そうですね、デスパイネ選手ね、ライトの後ろから打ってますけれども、はい、綺麗にマークしましたね。そうですね、はい、三橋はこの日本リーグでは最高殊勲選手賞を獲得しています。さあディアゴがバックトスでデスパイネを使います。さあ富士フィルム、大きなトスが上がった。15番の成田ですが、これはアウト。でもあのキューバのセッターのですね、あのディエゴ選手もね、2回使ってきますよね、はい、あのブロック止まるともう1回使ってきますよね、はい、デスパイネ選手をそれだけ信頼をしているわけですね。知ってますし強気ですね、はい、あっとこれはダイレクトで返ったところをキューバが打ちました。7番のミジャンです。さあ14対7とキューバが第1セットのセットポイントを迎えています。そのキューバサーバーが5番のバルデスです。フローターサーブ、さあちょっとこれはサーブカットが乱れているぞ。サーブポイントになります。15対7、結局第1セット15対7でキューバが富士フィルムを破りました。さて古石さん、はい、第1セット15対7、まあ、圧倒的と思われるかの試合だったんですけれども、そうですね、7点というとね、選手は何をやったんだかちょっとわからないぐらいな、ね、あのポイントだと思いますが、やはりあの基本的にはあの井原監督もね、タイムアウトの時に言ってましたように、はい、サーブレシーブがきちんと入らないと富士フィルムは低いですしね、スパイク等がですね、はい、苦しいですよね、ですからあのサイドアウトは取れますけれども、ポイントには結びつかないという結果になりますね。個々の選手ではいかがだったでしょうか。やはりエースの熊田君とね、海藤君がもう少し決めてもらわないと、はい、柱としてはね、あの苦しいと思いますね。ですから下に向けて打たないでね、ブロックが高いんですから、その高ければ高いほど面積が出てるわけですから、その端は広くなりますよね。そうですね、ですからそういうことところをよく利用するとかですね、もう一つ工夫が欲しいですね。まあ、特にあの熊田、まあ、日本のエースでもあるわけですから。そうですね、今日なんか見てますとあんまり体のキレがね、よくないようなねレシーブにしてもあの見方できると思うんですけどね、非常に残念ですけど、まあ、最近あのプレーがちょっと小さくなったんじゃないかという指摘もされるようですが、いかがでしょうか。こちらから見ますとね、ちょっと体って言いますか、体重がですね、はい、以前に比べてちょっと太り気味だなっていう感じがしますね。そうですか。ですからそれがあの体のキレとかね、それからジャンプ力とかスピードとかね、はい、そういうものにあの、まあ、マイナス的な影響をね、はい、及ぼしているんじゃないでしょうかね。そうですね、まあ、昨日それから三橋非常に活躍したんですが、今日もまあキャプテンらしいですね、戦いぶり見せてますよね。そうですね、はい、三橋君はもうこれは問題ないですよね、はい、どこのチームとやってもね、そうですね、問題ないと思います、はい、まあ、前回今回の日本リーグから杉本は後を継いでキャプテンになった、そのキャプテンの重責を果たしているわけですね。まもなく第2セットが始まりますが、そのキューバですけれども、はい、第1セット、いかがだったでしょう。まあ、ずいぶんリラックスしてね、まあ、小肉らしいっていう表現がね、当たるぐらいリラックスしてやってましてね、まあ、自信がずいぶんあるみたいですね。そうですね、今日も練習の方はですね、会場へ着いて始めたのが試合開始の1時間ほど前でしたからね、まあ、大体外国のチームというのは、はい、午後試合があったら午前中は、まあ、休むと、はい、そしてウォーミングアップだけっていうのはこれは普通のパターンですけどね。そうですね、さて、第2セットが間もなく始まろうとしていますが、富士フィルムは杉本を入れてますね。あ、そうですね、はい、10番をつけた選手が杉本です。この杉本は三橋の前までいわゆるキャプテンを務めていました。全日本チームではキャプテンであるわけですね。そうですね、はい、まあ、そうなると思うんですよね。
まあ、今回の日本リーグですけれども、故障の回答に代わってフル回転でしたからね、まだベテラン健在という感じ、まだまだですよ、はい、これがバックアタックですね。そうですね、第2セット立ち上がりいきなりバックアタックを見せましたキューバです。いきなりバルですのね。もう一度ご覧いただきましょう。スロー VTR です。これですね、でもあの落ちるところはもうセンターラインですからね、はい、これはバック打ちっても強力ですよ、はい、さあこれ杉本が打ちましたがブロックにかかってしまいました。キューバも3番の選手がロドリゲス選手が入ってるんじゃないですか。そうですね、はい、両チームとも少しメンバーを入れ替えています。さあ移動してトスを上げます。中央から三橋です。サイドアウトサーブ権が富士フィルム。さあその三橋のプレーです。三橋のサーブでした。さあバックトスで12番のマリンですね。そうですね、はい、入りましたね新しくね。そうですね、はい、非常に速攻に威力のある選手、86年の世界選手権に出ているということです。さあサーバーがキューバです。これはアウト。サイドアウトサーブ権が富士フィルム。富士フィルムはサーバーの位置に回答です。回答のスパイクサーブ、これはどうか。これもアウトです。お互いにサーブミスが出ています。富士フィルムそしてキューバです。さあキューバは12番のマリンのサーブ、はい、よく上げました。そうですね、はい、1人飛ばして打ちます。杉本でした。さあキューバデスペイン、これは大きいアウトです。サイドアウトサーブ権が富士フィルムです。富士フィルムは第2セットから入っています杉本のサーブ。84年のロサンゼルスオリンピックにも出ています杉本。さあ縦の速攻です。ブロック。さあトスが2段になって6番のベルトランです。よく見てますね、はい、まあ、ベトラン選手は24歳でね、あの、はい、チームの中ではあのベテランの方ですよね、はい、デスパイの選手は21歳ということでね、大学生と同じですからね、まあ、キューバの監督に来ますとまだまだですね、この後にですね若い選手がたくさんいる。今回のその来日メンバーもですね、的を絞るのが非常に難しかったんだというふうにおっしゃってましたね、まあ、今サービスエースですね、いいところに、ね、ついてますね、はい。さあこれで第2セット1対1と平行カウントになっています。まあ、キューバ今回その五輪に不参加ということで、はい、選手もですね、はい、少し動揺しているかなと思ったんですが、やはり事前にですねその辺が分かっていたかと思いました、あまりそういうことないというふうに、ね、監督おっしゃってましたね。まあ、不参加となった今は次の国際大会に、もう的を絞ってるんだということですね。この辺は来年のワールドカップですね。そうですね、はい、ですから今回は結果にこだわらず、まあ、活躍できるですね若い選手をどんどん見出したいんだということですね、まあ、当面の目標はそのワールドカップ良い成績を残してバルセロナにつなげたいということでした。今はちょっとサーブがですね、打つのに手間かかりまして5秒かかっちゃいましたんで、はい、サイドアウトになってしまいましたね、はい。富士フィルムの熊田のサーブです。さあバックトスでフェイントに持っていきます。さあ池永が川井を使います。川井のスパイク。さあ富士フィルム2対1と逆転です。バックスパイクですね、川井君のね、はい、まあ、コース良かったですね、非常にいいコース打ちました。サーバーが熊田、熊田のフローターサーブ、まあ、海藤が止めに入りました。得点が3対1。ちょっと何か鼻を打ちましたか。違いますよ、今ね、ボールがネットにかかりましたんでね、はい、海斗の顔に直撃したんですね、ネット越しに、場内から少し笑いが起きています。日本富士フィルム対キューバの国際試合、富山県総合体育センターからお伝えしています。さあ縦の速攻クーアタックです。日本のクーアタック、ね、さあ3対1となりましたね。ですからこういう小技でサイドアウトを取れますけど、はい、これから今度得点にね、はい、どう結びつくかなんですよ ね、 そうですね。ですからブロックするかしっかりレシーブして切り返すかどっちかですね。さあバックアタックが来ました、はい、キューバ、あ、これはいいでしょう杉本君、ね、はい、ミランドス、そして杉本に持っていきます。これは大きい、いいとこ上げましたよねレフトもね。そうですね、まあ、本当に杉本はこの日本リーグ大活躍でしたからね、はい、44セット中32セットですか、73% の試合に出てるわけですね。サーブポイントです。これはアウトですか。今日も
主審は9番のペレスさんですね。こちらから見るとちょっと入ったように見えましたけどね、はい、今ラインズマンの下アウト宣告でしたね、はい、これですよ、このコアナが出てくるんですね、この時間差っていうか移動攻撃ですね、はい、ライトの、はい、これがやっぱり武器ですね、これ今出ましたね、スローでご覧いただいています、はい、サイドアウトが5回続いています、得点が3対1、大きいかな、サンダスが乱れた、そうですね、オーバーネットですね、ちょっと熊田君あれですよね、もっと体使って基本通りやった方がいいですよね、もう2本サーブ入れちゃってますからね、本当にもう世界を考えたらもっともっと強くなってほしい選手ですからね、さあ中央からです、河合のスパイクが決まりました、サイドアウトサーブ権が富士フイルム、まあ、この河合選手、全日本の小山監督に言わせますと、よく言えばですね、サーブのスピードアップとブロック面で相手オープンの読みを学んでほしいと思いますね、いやもうこれは観客の人 もうキューバのこのスパイクに圧倒されて、そうですね、思わず拍手が出てきましたよね、本当にいいスパイクですよ、移動してトスを上げます、熊田です、熊田のスパイク、サイドアウトサーブ権が富士フイルム、さあその熊田の、これはアウトなんですね、はい、熊田のでもバックのプレーを、はい、ご覧いただきました、サーブミスでサイドアウトサーブ権がキューバに移ります、キューバ4番のエースデスペイレ選手がサーバーの位置です、ここですね、富士フイルム の、 サーブレシーブが一番弱い分はここですよ、はい、はい、よく取りました、さあセッターにボールが返って熊田を使うクロス、今のはネットをタッチをしたんですね、はい、そうですね、キューバの選手のね、キューバにタッチネットがありました、さあ富士フイルムサーバーが可愛い、可愛いのフローターサーブ、おっとネットにかかってしまいました、ちょっとセンターラインの方がですね、はい、アタックラインですね、アタックライン付近が空いてますんで、そこを狙ってるんですね、そうですね、それが失敗になってるんですけどね、さあキューバのサーブです、セッターにボールが返ってジャンプとして海藤のバックアタック、はい、しかしブロックで返ってきました、はい、もう一度海藤を使います、ネットにかかってしまいました、さあ3対3と同点です、キューバのサーブが続きます、さあ米山熊田を使います、ワンタッチありました、そうですね、ライトからの方が決まる確率は今のところ高いですね、レフトサイドにね、はい、そうですね、ですからセンターとライトこの辺がスパイクのフォーメーションとして多く使った方がいいかもしれませんね、はい、井原監督曰く最近は我慢強くなったところはあるんだがという熊田選手です、これはアウトです、はい、さあフリーフィルム4対3、1点リードしました、第1セットは15対7で9番勝っていますからが第2セットです、セッターにボールが返る、さあバックアタック、もう本当にこのバックアタックは止まらないですね、そうです、もう体ごとぶつかってきますよね、はい、本当に黒い弾丸という感じですよね、そうですね、本当にこういう選手キューバたくさんいるんでしょうね、もうルイスとかビルチェスという選手我々にも馴染みが深いんですが、はい、こういう選手は引退したそうですね、若い世代に変わっています、さあサイドアウトサーブ権がフジフィルムです、サーバーが米山です、セッターの米山のサーブ、さあ誰を使うか、レフトに振ります、キューバワンタッチありました、サイドアウトでサーブ権がキューバです、キューバは9番をつけたディアゴのサーブです、また20歳と若い選手、スパイクサーブ、米山がバックトスでカイトを使います、そうですね、はい、もう今米山君もライトライトで使ってますよね、そうですね、ですから分かってきてるんじゃないですか、はい、ライトの方が弱いということでですね、さあそのカイトのスパイクです、サーバーが三橋ネットギリギリに落ちます、さあキューババックトスでこちらもライトを使うが、これは大きいアウトですね、ワンタッチがありましたね、バックの人がね、そうですね、富士、はい、フィルムにワンタッチがありまして、サーブ権がキューバです、さあキューバは3番のロドリゲスのサーブです、呼吸を整えてフローターサーブです、よ
し、さあ中央から河合、河合のスパイク、はい、1人時間差的なあれでしたね。そうですね、ちょっと待ったかなという感じですね。はい、さあ富士フィルムサーバーの石に回答です。その回答が、あと1セット目はどうしたんでしょう。今ちょっとですね、はい、タイム1セット目はいいあのサービスエース取ってますからね。はい、はい、回答のスパイクサーブ、2段トスが流れたが、これはアウトになりました。この辺のマリン選手はやっぱりあれですね、はい、まだ正式なレギュラーにはああいう細かいプレーがねしっかりできないと。そうですね、入れませんね。富士フィルム2点リードです。第2セット、さあ回答のサーブが続きます。スパイクサーブですが、これはアウトですね。サイドアウト、サーブ権がキューバです。キューバは12番のマリンのサーブです。このマリンは86年の世界選手権に出ています。さあ米山、杉本を使いますが、ブロックマット、ワンタッチですね、はい、一瞬ブロックはアウトという主審のサインでしたが、ね、はい、杉本選手の足にね、ブロックした後に足に当たってしまいましたよね、はい、さあキューバ4点目、4対5です。ネットギリギリのサーブでした。さあ米山が今度は熊田を使いますが、フェイントに持っていくどうか。フェイント拾えません。今日はフェイント珍しいんじゃないですか。そうですね、はい、さっきからねちょっとあのブロックにかかっちゃってましたんで、ちょっとまあフェイントでね、はい、様子を見たっていう感じですね。そうですね、はい、さあサーバーの位置に杉本です。もう本当にこの杉本選手30歳ですか。81年のワールドカップに始まりまして、ロサンゼルスの国際大会経験も豊富ですね。はい、あったくな、今のはネットにかかったような感じですね。そうです、はいはい、真下にですね打ち付けようと思いましたんでね、ちょっと打点が低くなりました、はい、6対4と富士フィルム第2セット2点のリードです。さあ杉本のサーブ、さあキューバ、おっとこれは押し込み、大きなトスがあって熊田を使う、ダイレクトで帰った。さあ富士チャンスボールです。米山が熊田を使います。ストレート、場内から大きな拍手ですね、はい、今いいストレートでした、はい、今日はほぼ満員のお客さんが入っています、小手山県総合体育センター。そうですよね、ちょ早い試合開始ですけどね、そうですね、お客さん熱心に入ってくださいました。さあ中央からです。中央からキューバ、決めたのがバルデスです。速攻の素晴らしい選手、このバルデスは195センチあります。21歳、去年も来日しています。さあそのスパイクご覧いただきました。さあ河合が行ったが、ブロック吸い込みです。さあ富士フィルム、その河合がサーバーの位置に下がっています。河合のサーブ、さあセッターにボールが返って、おっとこれは打ち切れない、あっと富士フィルムも乱れているが、さあチャンスボール9番になります。9番は中央からです。これはアウト、はい、さあ富士に8点目が入ったところで、9番第2セット1回目の作戦タイムを取りました。さて古市さん、はい、第2セットをここまで振り返っていかがでしょうか。なんて言いますかね、ちょっといい格好を見せようという感じがね、キューバには見えるんですが、ただ富士フィルムの方はですね、サーブとしっかり打ってますね。そうですね、そして攻撃はですね、右サイドに集めてますよね、はい、で右サイドの方からは決まる確率が今のところ高いですね、左側よりもですね、はい、ですからセッターの米山君うまく回転してると思いますよ、ボールをですね。それから熊田はどうでしょう。まだ熊田君も一息だと思いますよ、はい、さっきなんかはまあフェイントでねテクニシャンぶりを見せましたけども、やっぱり熊田君は思いっきり打ってもらわないとね。そうですね、さあ試合再開です。第2セットです。得点が8対4と富士フィルムが4点リードしています。その富士のサーブ、さあキューバ中央からブロックどうか。米山のブロックですね、はい、よくマークしてますね、はい、米山は日本リーグピンチの場面で本当に、ね、よく助けましたよ ね、はい、そうですね、日本リーグギャラが中心で行ったんですけれども、さあバックアタックキューバです。ブレスカイネ、これをなんとかしかし止めたいですね。これもバックスパイクしてもこの持ちた時点はもう本当にセンターラインですからね、はい、もう本当にこのデスペイネ選手にはですねアタックラインがないんじゃないかというふうな錯覚に思いますね、さあキューバのサーブです。フローターサーブでした。
これが決まるんですね、はい、もう一度ご覧いただいています、はい、さあその熊田がサーバーです。今度はキューバのスパイク、決めたのが5番のバルデス。バルデス選手も速いですね、はい、スイングがね、腕のスイングが非常に速いです。さあバルデスがサーバーの位置に下がります。バルデスのサーブ、あっとダイレクトで返ってしまった。さあ藤どうつなぐか、回答を使います。さあキューバ中央から速攻です。12番のマリン、速攻に威力があるという選手、まあ、こういうキューバのプレーにもですね、場内から拍手が起こっています。そうですね、まあ、日本のスパイクの落ちる角度とちょっと違いますからね、はい、そうですね、本当に鋭角に落ちますよ ね、 すね。さあ米山がおっと三沢の移動攻撃でした。しかしキューバが拾っています。ブロックどうか、この三橋の移動攻撃も良かったですね。良かったですね、はい、まあ、あのコースがちょっと甘かったもんですから、ね、はい、レシーブされましたけども、ライトライトと走っていきますよね。さあセッターの米山がサーバーの位置です。トゥアダックどうか、よく拾っている藤井。さあ今度はレフトに振ります。レフトからのクロス気味、決まりました。決めたのが3番のロドリゲスです。はい、そうですね、ロドリゲス選手は左利きですから、はい、ちょっとあのブロックの位置がね、肩幅だけあのずれますからね。さあキューバのスパイクサーブ、米山が三つ足を使う、ブロック吸い込みです。さあそのキャプテンの三つ足がサーバーの位置です。さあキューバは縦の速攻です。うん、12番のマリン、このマリン選手も少し活躍が目立ってきましたね。そうですね、センターよく使われるようになりましたね、はい、さあ対するフジフィルムですが、おっと熊田のうまい攻撃でした。しかしよく9番拾っています。あっとアンダーでありますが、さあチャンスボール、キューバどう攻めるか、縦の速攻で攻める。本当に小技がよく出てくるキューバ。はい、さあここで富士フイルムが1回目の作戦タイムです。ああいうやつも1本でも出しちゃうとね、向こう力持ってるんだから、そういうやつ確実なプレイしていかないからおかしくなってるんだから。さあ、よっしゃ、いいね、あとオープンになった時ね、ブロック飛ぶの早い、遅れ気味にゆっくり溜めといて、それでとにかく触れ、ふっ、うん、という井原監督の指示、まあ、今度はレシーブ、1セット目はレシーブの指示でしたけど、今度はね、はい、ブロックの指示ですね。そうですね、センターとそれからオープンのブロックの指示ですね。第1セットは15対7でキューバが取って、現在第2セットが9対6と富士フィルムがリードしています。さあキューババックアタックです。杉本が上げて海藤龍出せます。海藤の回避が決まりました。サイドアウトサーブ権が富士フイルムです。しかしこの富士フイルムにはですね、全日本の選手がですね、まあ、7人もいるわけですけれども、はい、全日本、最終候補選手が15人ですか、最終的には7月に決まるんですね。そうです、最終的には選手は12人になると思います。はい、はい、まあ、当然この富士の7人は残る確率は大、まあ、大きいでしょうね、はい、まあ、そういう意味では今日の試合はまあ全日本の試合と、まあ、見てもいいと思うんですけれども、そうですよね、はい、レギュラーとしてもまあ出てますからね、はいはいはい、あと日本タバコの原君ですか、普通はですね、今まではそうでした、ね、まあ、海藤の意思に腹が入るような感じですよね。そうでしたね、はいはい、まあ、そういう意味ではですね、まあ、ソウル五輪に向けての一つの過程と見てもいいでしょう ね、 うね、今日の試合は、まあ、逆に言いますとキューバはですね、はい、オリンピックにまあ今回は出場しないわけですから、オリンピックに出場権があるチームには負けたくないでしょうね。そうですね、やはり意地でも負けたくない、そうですね、ということでしょうね。まあ、その富士フイルムにしましてもですね、はい、非常に苦しいものがあると思います、はい、まあ、全日本選手を7人抱えて、全日本ですけれども、この
今回の試合の前にヨーロッパ遠征だったんですが、はい、成績があまり思わしくなかったようですね。まあ、15人いました、あ、13人できましたね、はい、ですから、まあ、どういうふうな、ね、小山監督が、ね、気持ちで、試合 なさって分かりませんけど、いろいろ、まあ、試した部分もあるんじゃないでしょうか ね、7戦戦ってブラジルに1勝ですか、はい、まあ、特に韓国に負けてますよ ね、まあ、ね、そこら辺も痛いですよね、さあ5番の海藤の今のスパイクを、はい、その VTR でご覧いただきました。サイドアウトサーブ権がキューバに移ります。まあ、オリンピック非常に厳しいものがあると思うんですが、男子それから女子も厳しい、うん、そうですね、まあ、女子の場合は、まあ、キューバ の不参加で少しメダルに、ね、近づく、距離になりましたよね。まあ、それにしても最終候補は女子の場合は21人ですが、全日本のただこのあたり発表してたんだったんじゃないですか、はい、そうですか、はいはい、12人に絞られたみたいです、はい、さあサーバーの位置にフジフィルム熊田です。バックトスでバックアタックを使う、惜しいですね、しかし、得点が10対7です。その差3点差、キューバ5番のバルデスのサーブ、ネットギリギリのサーブです。ブロックどうか、ブロックうまく拾っています。さあ海藤落ちてますよね。海藤のスパイクが決まってますね、はい、まあ、先ほどの女子の全日本の話がありましたけれども、はい、絞られてるみたいですね、日立の選手、はい、日立の選手が中心になってますね、はい、丸山、杉本、はい、はい、滝沢選手が、ね、日本は伝送ですか、はい、そうですね、佐藤選手、山下選手、杉山選手という日本電気ですね、今度はね、はい、それからセッターでは中田ですか、はい、日立の中田ですね、はい、筑波大の広、はい、こういった選手が入ってますね、はい、しかしこの小田急の丸山さん健在というのは ね、やはりベテランに頼るところも大きいんでしょうね、そうですね、まあ、ある意味一面では残念な部分もありますけども、はい、やっぱりそれだけ大黒柱ということですね、そうですね、さあ得点が10対7動きませんね、今のところねサイドアウトの連続ですね、はい、サイドアウトが9回続いています。これでサイドアウトが10回目です。さあサーブ権がフジフイルム、ここでサービスエースが欲しいですね、そうですね、どうでしょうか、ちょっとサーブカットが乱れているが、キューバうまく繋いでいる、これはアウトです、はい、アウトポジション、アウトマーカーですね、マーカー外の通過、まあ、サーブスエースと同じような感じでしたよね、今ね、そうですね、まあ、サービスエースと見ていいでしょう、サーブで崩してますからね、はい、さあ海藤のサーブが続きます、ネットギリギリから打ち込みます、あれはちょっと厳しいですね、マリン選手ですか、そうですね、さあそのマリンがサーバーの位置です、キューバ、さあ米山がジャンプトス、熊田を使う、キューバブロック、海藤が拾っている、そして今度は杉本に打たせます、トスが2段に、あー、シュートが上がった、これトスがですね、ネット際の試合はキューバボールですね、高いですね、はい、キューバ8点目です、でも今米山君のレシーブは本当に良かったですね、そうですね、米山がうまくレシーブして他の選手がそこをつなぐというね、はいはい、そういうバレーを見せてくれました、はい、さあ米山、ハワイを使います、ハワイ難攻です、フェイント気味に落とします、得点が11対8、その差3点差です、第2セットはフジフィルムがリードしています、サーバーが杉本、さあディアゴが5番のバルデスを使います、このバルデスの移動攻撃、本当に細かいんですよね、そうですね、最初のセンターが河合君を振っていて、そして逆サイドから出たりですね、そうですね、この攻撃ですね、はい、さあデスペイネのサーブですが、これはアウトです、サーブ権がフジフィルムで河合のサーブです、場内から大きな歓声が上がっています、それという声、さあ次はアウトです、はい、
得点12点目が入りました。フジフィルム、はい、そうですね、フジフィルム、はい、今チャンスですね。そうですね、ちょっとあのキューバの方は集中力欠いてるみたいな様子ですからね。はい、はい、バックアタックよく拾っている、はい、熊田ですが、熊田を使うブロックどうか。ブロックはアウトです。さあこれで13点目が入りました。13点目が入ったところでキューバのサム・エルス監督が出てまいりました。さて、まあ、第2セット13対8、スコアの上では富士がリード、まあ、あのこのセットはいけるんじゃないでしょうかね、うん、あのサーブもあの随分攻撃的なサーブを打ってますし、はい、それから米山君のトス回しが非常にこうあの、テクニックぶりを発揮してますよね。そうですね、ライト行ったりですね、センター使ったりね、そしてたまにレフトに行くと、はい、でそこは強打しないでフェイントするとかですね、非常にうまく回転してますね。一方のキューバはどうでしょうか。キューバはですね、まあ、ちょっとあのセンター攻撃が波があるんじゃないでしょうか、はい、いい時と悪い時ですね。分かりました。さあ試合再開です。得点が13対8、第2セット富士がリードしています。河合のサーブでした。さあキューバ、富士フィールのブロック、さあ14点目が入りました、はい、第2セット、富士フィルムがセットポイントを迎えています。そのセットポイントを迎えたブロックをご覧いただいていました。さあレフトに振る9のブロックを打った7番のセッター米山が第2セット最後ブロックを決めました。15対8、富士フィルムが第2セットを取りました。これでセットカウントが1対1となりました。セットカウントを2対1としました。第4セットをご覧ください。さて、まもなく今度は第4セットが始まろうとしております。ただ私たちとしてはですね、はい、あの1番のね、15歳のあのエルナンデス選手がね、1回ぐらいコートに入ってほしいなという気はありますね。そうですね、今第4セットのですね、スターティングオーダーが来たんですけれども、はい、9番、その1番の選手入ってませんね。あ、そうですか。メンバーが5番のバルデス、13番のトーレスが今度セッターで入ってきますね。あ、そうですか、はい、で3番のロドリゲス、そして12番のマリン、8番のオビエドですか、はい、そして6番のベルトランですね、ですからあの4番のデスフェイニを外してます ね、 あ、そうですね、キャプテンを外したわけです、はいはいはい、ですから完全にもこれは若手中心に切り替えたということですよね。ただあのセッターがトーレス、この選手が25歳ですから、ベテランセッターが出てきたということになりますね、そうですね、はい、一方の富士フイルムですけれども、7番の米山、2番の三橋、そして5番の海藤、3番の岩島、6番の河合、これが第1セットと同じですね。第1セットと同じスターティングオーダーに戻っています。第4セットです。さあ第4セットまもなく始まります。富士フイルムのサーブで第4セットが始まりました。さあキューバ3番のロドリゲスが決めました。サイドアウト、サーブ権が13番のセッターのトーレスです。これがサウスポーの選手です。サーブポイントになります。9番この13番トーレス、去年も来日しています。サウスポー、86年の世界選手権にも出ています。さあ難攻を見せます三橋です。あれですね、セッター、センターからスパイク攻撃に入っていくっていうのは、はい、もう各セット同じパターンですね。そうですね。さあトーレスが3番を使います。ロドリゲス、簡単にサイドアウトになりました。サーブ権がキューバです。その3番のロドリゲスがサーバーの位置です。21歳です。192センチあります。さあ米山、岩島を使います。さあアンダーで上げて、これは打ち切れません。チャンスボール、富士フイルム。さあ河合ですが、ブロック吸い込みです。この河合は今年25歳になりますね。日体大から富士フイルム。さあサーバーが海藤、海藤のスパイクサーブ、河合のブロック、河合のブロックが決まりました。まあ、この河合選手、持ち味の一つはブロックですよね。そうですね、何してもブロックですよね。まあ、大事な場面でブロックを決めます河合です。
得点が1対1です。サーブ権がキューバ。キューバ12番のマリンのサーブ。さあ中央から河合が打ちました。そういえばあの河合ですか、あの日本がオリンピック出場を決めましたアジア選手権大会の中国戦決勝戦ですか、3連続ブロックを確か決めてましたよね、あの時でセットでしたか。さあトーレスが8番のオビエドを使いました。得点が1対1。キューバサーバーがこのオビエドです。フローターサーブ、ネットギリギリのサーブでした。2アタック日本、米山、これはいいプレーです。米山は法政大学出身です。そして河合がサーバーの位置、河合のフローターサーブ、さあレフトに振ります。日本のブロックどうか、これはアウト、サイドアウトが続いています。これで1対1からサイドアウトが5回続いています。キューバサーバーの位置に6番のベルトランです。第3セット、セットカウント、第4セットです。セットカウントが2対1とキューバがリードしています。さあ中央から三橋フェイントで落とす、おっとタッチネットがありましたか。そうですね、はい、はい、バルデス選手ね、センターで飛んでますけども、タッチネットしました。キューバにタッチネットがありました。さあ熊田がサーバーの位置に下がっています。前衛に回答が出ている、これは大きいアウトです。サイドアウトは7回を数えます。バルデスのサーブ、熊田が拾って米山が上げて三橋に出せます。これは入りました。今いい攻撃しましたよ ね、 そうですね。ちょっと攻撃のパターンが変わってきたような感じ、あの気がしますけどね。富士フイルムの方は米山がサーバーの位置。さあ早い攻撃、9番ワンタッチありました。日本サイドアウト、サーブ権がキューバです。得点が1対1から動きません。第4セット、トーレスのサーブ、さあ三橋ブロックは吸い込みです。これでサイドアウト10回を数えます。サーバーが三橋、富士フイルムのキャプテンですがネットにかかってしまいました。11回目のサイドアウト。3番ロドリゲスがサーバーの位置、富士フイルムです。フローターサーブ、さあ米山誰を使うか、河合を使う、中央からです。河合のセンター攻撃。この河合選手は最近は速攻のバリエーションも増えたというふうなね、ますけども、まあ、今の飛んでるマリン選手はですね、河合選手にとっては、まあ、ある意味じゃ目じゃないと、はいはいはい、高さだけですからね。そうですね、なかなか得点が動きません。1対1からサイドアウト13回を数えます。キューバのサーブです。さあ米山誰を使うか、河合を使う、河合のスパイクが決まりました。岩島のサーブ、ネットギリギリで上げます。そしてブロックですが、日本のブロックはアウト。あの日本はですね、はい、あのセッターの変わりましたよね、トーレス選手に、はい、ディアン選手からですね、そうですね、あの戦いやすさからいくと13番のトーレス選手は入った方が戦いやすいでしょう。そうですか、あのトスを上げる位置が低いですからね、はい、さあ河合のスパイク、この河合がサーバーの位置に下がりました。はい、いいあのあれですよね、よく見てますね、河合ですね。そうですね、河合フローターサーブ、落ちるようなサーブでした。ライトから決めたのがキューババルデスです。5番195センチ21歳、2回目の来日です。キューバ6番ベルトランがサーバーの位置に下がります。さあ米山誰を使うか、熊田を使う、熊田のスパイク、まあ、あの1枚ブロックをね、はい、1枚にするか、あるいは1枚半ぐらいでしたらもう日本の選手は誰でも打てますからね。そうですね、はい、あとはサーブレシーブのコス回しでね、はい、あの1枚か1枚半にしていくということですよ。さあレフトから日本のブロックは三橋のブロックはアウトです。
さあ1対1からなかなか得点が動きません。第4セットです。第1セットはキューバ、第2セットが富士フイルム、そして第3セットキューバ取りまして、セットカウント2対1となって現在第4セットです。こうして打ちます。6番のベルトラン、今日はこの移動攻撃が目立ちますキューバです。これがサム・エルス監督、まあ、富士フイルムについてはですね、ともかく試合前には今日は頑張ってほしいんだよというようなこと言ってましたけどね、まあ、ともかくセンターからの速攻に注意したいと、しかしパワーにちょっと欠けるんでというようなね、まあ、ねサムエルス監督の話でした、ね、キューバの選手から見ればそうでしょうね、はい、まあ、特に目立つ選手としては三橋、はい、そして熊田はですね、まあ、私が見た時は非常に調子が悪そうで持ち味を生かしていなかった、本来はそういう選手ではないんでしょうというサムエルス監督の話でした。大体見方はね、こちらのサイドから見方と一緒ですよね。そうですね、さあ海藤が打ちます。ダイレクトで返ってくる。あとネット上のボールはアウトになりました。さあ富士フイルム、河合のサーバーの位置に下がります。フローターサーブです。あっとこれは3ポイントです。河合の3ポイント。得点が2対2。ここは天井サーブ気味のサーブだったんですが、これはアウトになりました。今のはどうしたんでしょうか。今ね、はい、エンドライン狙ってサービスエースしましたから、はい、次は今度はネット際にと、はい、いうことだったんですけどね、はい、まあ、その辺の頭脳プレーが必要なんですね。さあ得点が2対2です。キューバのサーブ、岩島が拾って米山が上げて三橋が打ちます。いいでしょうね、米山君がいいとこ上げてますよ。そうですね、さすがベテランセッター。そうですよ、それで肘をうまく使ってね、今みたく、はい、下げてるんですね。ですからタイミングが少しずつずれてるんですよ、キューバのブロックはね。トゥアダックキューバ、まあ、この2アタック、そして移動攻撃が目立ちますよね、今日のキューバは ね、はい、特に13番ね、セッターのトレス選手ですね、はい、左利きですからやりやすいでしょう。そうですね、さあ日本は河合が打ちます。これはアウト。得点キューバで3対2、キューバが1点リードしました。第4セットです。日本富士フイルム対キューバの親善試合、富山県総合体育センターからお伝えしています。さあフェイント気味を通ろうとしたがネットを越えませんでした。キューバです。サイドアウト、サーブ権が富士フイルム。富士フイルムはセッターの米山がサーバーの位置です。さあバックアタックです。5番のバルデス、キューバ去年来日しています。身長が195センチあります。スパイクサーブ、三橋が上げて海藤に打たせますが、これはアウト。キューバに4点目です。4対2。第4セット、キューバがリードしています。スパイクサーブ、中央から速攻です。三橋、もう三橋君は完全にマリン選手とですね、はい、ロドリゲス選手が飛んでるブロック割れてるということを見てますよね、その三橋ネットギリギリのサーブでした。さあ縦の速攻、9番、今のスパイクフォーメーションもあれでしょう、一つ9番 の特徴の一つじゃないですか。そうですか、ライトに回って時間差やるのとですね、はいはい、移動攻撃をやるのとこれですよね。さあロドリゲスのサーブです。さあ米山が思い切ってアンダーであげます。海藤に打たせます。うまくブロックをかわしました海藤です。そうですね、はいはい、サーブ権が富士フイルム、この海藤がサーバーの位置です。これは大きい、もう10センチぐらいですよ、いつもねアウトになるのは。9番、12番マリンのサーブです。さあ三橋、そして米山が上げて回り込んで岩島が打ちました。
今はスパイカーがうまかったです。これ3枚飛んでますからね、はい、ブロック。そうですね、あよくあの打ちましたよ。素晴らしい岩島の移動攻撃ご覧いただきました。さあその岩島がサーバーです。さあ中央から打ちますキューバです。6番のベルトランサイドアウト6回を数えます。第3セットなかなか得点が両チーム入りませんね。そうですね、サイドアウト取りますけどね、はい、第4セットですか、失礼しました、さあ河合このブロックはアウト。河合が相手のブロックアウトを誘いました。この河合がサーバーの位置に下がります。前衛に三つ足が上がっています。さあトーレス誰を使うか。8番のオビエドを使った、まあ、入ってくるどの選手もですね、はい、前からもちろん打ちますけども後ろからも打ちますね。本当によく打ちますよね。これもそうですよね、はい、随分もう顔ぐらい出てます。もう顔以上ね胸の半分ぐらい出てますからね、もう本当キューバ選手にアタックラインはいらないんじゃないかと思うぐらいですね。ポジションの制限ないですよね、はい、これはアウトです。さあサイドアウトサーブ権がフジフイルムです。熊田がサーバーの位置ネットギリギリで落ちました。さあトーレスが上げます。さあレフトから日本サードをつなぐか。ちょっと厳しいこれは。チャンスボール9番になります。レフトに振ってストレート。さあこれで得点が4対2からサイドアウト10回目です。キューバサーバーの位置にバルデスです。熊田、米山、そして三橋、三橋中央から打ちます。いいですね、はい、この攻撃ですね。相手ブロックは1枚。今もマリン選手はもう迷いに迷ってますよ、はい、全く止まってないんですから。さあちょっとサーブカットが乱れているがキューバがフェイントに持っていく。ちょっと日本タイミングを狂わされましたね、はい、もうちょっとボールを下でね、はい、処理すればあチャンスボールになりましたよね。そうですね、さあキューバのサーブです。トーレスのスパイクサーブサウスポー。さあ海藤を使うクロス、あよく取ったダイレクトで返った。さあ今度は三橋が切り返します。海藤に打たせます。あります。キューバオビエドフローターサーブネットギリギリで落ちました。さあ熊田が打つ。さあバックトスでオビエドですがアウトですね。河合がサーバーの位置に下がった。前衛に三橋、米山、そして熊田です。フジフイルムトーレスがアンダーで上げてバックトス、バックアタック8番です。オビエド、こちらが河合です。ブロックアウト。河合が相手のブロックアウトを誘って場内から大きな歓声が上がっています。さあ河合のサーブ。さあトーレスが6番のベルトランを使いました。6番のベルトランが193センチです、はい、移動攻撃 ね、熊田君がジャンプして1回ジャンプして降りたところをきちっと狙ってるんですね、そのベルトランがサーバーの位置です。さあ米山三橋を使うフェイントです。うまく落としました三橋。よく見てますね。もう三橋君はねもう完全にあのリラックスしてね、はい、あのこのキューバで対戦してますよ。そうですね、さあ得点が4対4と平行カウントになっています。第4セットです。さあレフトに振って、さあ日本は河合が打ちます。河合のスパイクが決まった。河合は194センチあります。熊田のサーブ、そうですがバックトスで8番のオビエドバックアタックを使います。得点が5対4と第4セットフジフイルムが1点リードしています。
さあ熊田、そして米山が上げて三橋がちょっと打ち切れなかった。今度はそのトーレスが打ちます。セッターが打ちました。そしてブロックアウトになりました。この辺セッターをしっかりと攻撃に参加してくるんですね。そうですね、使ってますね。はい、特にあの左ですからね、あのライトから打ちやすいですね。その攻撃をご覧いただきました。スロー VTR でした。さあ中央から三橋です。サイドアウト、サーブ権が日本富士フイルム。セッターの米山がサーバーの位置。おっとこれは大きい。第1セットは15対7キューバ、そして第2セットは15対8で富士フイルム、第3セット15対5でキューバが取って、現在第4セット5対5の平行カウントです。キューバのサーブもこれもサーブ、アウトです。13番のトーレス。日本富士フイルムは三橋のサーブ。さあトーレスがレフトに振ります。8番のオビエド。第4セット非常に試合時間が長くなりましたね。はい、サイドアウトの応酬がかなり多くなりました。第4セットです。さあ河合、河合うまく打ちました。そうです、あのフリフリの方もね、はい、あの米山君もあの高いあのスパイクのフォーメーションよりも 今みたくですね、はい、早いですね。小さいあの攻撃に移ってきてますね。さあ熊田のサーブですがネットにかかってしまいました。サーブミスです。海藤ですね、すいません。はい、海藤のサーブミス、はい、それで今度熊田君が回ってきましたよね。はい、先ほどから熊田君注目してますけれども、バックでは非常によく動いてますよ。かわいい。しかしブロックは入りました。さあキューバ6点目が入りました。第4セット6対5とキューバ1点リードです。キューバ12番のマリンのサーブ。さあ日本米山、誰を使うか。岩島を使います。ブロック成功。キューバブロックポイントで7点目です。7対5、2点差です。そのキューバ12番のマリンがサーバーの位置。セットカウント2対1とキューバがリードしています。現在第4セット。さあ熊田が上げます。岩島が打ちます。ブロックどうか。ブロックをうまくカバーしている岩島。そして河合が打つ。河合が決めてサイドアウト。ですからあのこういうふうに、ね、見てきますと、はい、まあ、先ほどから、ね、高さ高さと言ってますけれども、高さに対して全く手が出ないというわけではないですよね。そうですね、岩島のサーブミスです。富士フイルムこの第4セットサーブミスが7本目ですね。あ、やっぱり多いことは多いんですね、はい、これが一方のキューバですは、まあ、3つですね、はい、3本です。そうですか、はい、まあ、どちらかというとキューバが多いという印象なんですけれども、富士の方が多いですね。さあキューバに8点目が入りました。8対5、3点リードです。その8点目が入ったスパイクご覧いただきました。さあここで井原監督が出てまいりました。作戦タイムです。カット燃えることいます。そのベルトランがサーバーの位置です。非常にレシーブもいい選手というふうにサムエルス監督がおっしゃっていました。そのベルトランのサーブ、ちょっとサーブカットが乱れている。しかし米山がアンダーで上げて海藤に打たせます。よく取ってますね。さあキューバつなげるか。チャンスボール富士フイルムです。さあ米山が熊田を使う。キューバ切り返して13番のトーレスが打ちます。さあキューバ9点目です。9対5、第4セットじりじりとキューバが点差をつけていますね。今あのレシーブが、ね、上がってますから、これが得点に結びついてますよね、はい、キューバの方が。さあキューバベルトランのサーブが続きます。さあ熊田、そして米山がアンダーで海藤に打たせる。海藤バックからのストレートスパイク。し
ですから、こうやって見てきますと、やっぱりキューバの特徴がね、はい、やっぱりブロックだと思うんですよ。で、今回もずっともこのセットはもうブロック止まってませんよね、はい、あんまりね。そうですね、今も抜けてましたね、完全に。はい、ですから、キューバの特色が全然出てないんですね、今はね。さあ、三橋、アタックライン上から打ちましたが、ネットにかかってしまいました。サーブ権がキューバに移ります。キューバ、バルデスのサーブ、フローターサーブ、熊田が拾って三橋が打つ。もうセンター攻撃はもう全部決まってますからね。そうですね、ですからキューバも最初の、ね、レギュラーの人たちはやっぱり高いしきちっと出てきますけども、はい、メンバーチェンジした段階ではやっぱりそんなに強いチームじゃないですね。そうですね、強いチームじゃないと言ってもなかなかその富士が点数に結びつけることができない、うん、そうですね、まあ、これは、まあ、富士フイルムの方のミスもありますからね、はいはい、得点が9対5キューバ第4セット4点のリードです。セットカウント2対1で今キューバがリードしています。13番トーレスのサーブです。そして日本は三橋が中央から決めます。本当にセンター攻撃が決まってますね、うん、本当にね、はい、マリン選手はね12番迷ってますよ、これしっかりとブロック外れてますからね。さあトーレスが誰を使うか。3番のロドリゲスが移動して打ちました。そのロドリゲスがサーバーの位置に差があります。キューバです。192センチあります。21歳、ネットギリギリで落ちました。さあシーラーに取ってあげようとしたが、あっとキューバにオーバーミス、オーバーネットですね。そうです、キューバにオーバーネットがありました。さあここで富士フイルムメンバーチェンジ、斉藤を下げまして杉本を入れましたね、はいはい、ベテラン杉本です。今年30歳になります。去年キャプテンは三橋に任せましたけれども、まだまだこのベテラン健在、杉本。さあトーレスが6番を使う。ベルトランフェイント気味に落とします。サイドアウト、サーブ権がキューバです。さあ今のプレーをご覧いただきました。ね、はい、今落としましたね。そうです、高いです、ね、はい。マリンのサーブです。米山が誰を使うか。岩島を使います。はい、ネットです。タッチネットがありました。はい、6番のベルトランが気持ちよく手を挙げました。はい。はい、岩島のサーブ。速攻です。速攻シークイックが出ました。キューバです。これ熊田君がねあんまり飛んでないですね。そうですね、さあオビエドのサーブ、誰を使うか。可愛いが、さあキューバは6番のベルトラン、そして日本の熊田、ネットにかかってしまいました。さあキューバ10点目が入りました。10対5です。第4セット、キューバサーバーがオビエドです。ブロックそしてスパイクがいいというふうにサムレス監督が言っていました。このオビエド、そのオビエドのサーブです。移動して米山がトスを上げて熊田に打たせる。ブロックどうか。ブロックはアウトです。キューバのブロックはアウト。しかし危ないですよね。そうですね熊田も一瞬離脱しましたね。ヒヤッとしましたよ、さあ富士フィルムは河合のサーブです。さあ6番のオビエドが移動、ベルトランが移動して打ちました。ネットがありましたね。そうですね、はい、6番の ベルデスですか。そうですね、バルデスですね、はい、今日の主審はキューバのペレスさん、そして主審は日本の西川さんです。さあトーレスが5番のバルデスを使います。アンタッチありました。得点が10対6、キューバ第4セットリードしています。第4セットになってキューバかなりメンバーを変えてきました。そうですね、はい、まあ、このポジションで三橋君がセンターからまあどういうふうな形でねアタックを仕掛けるかですよ、はい、これはさあどうか。サーブカットが乱れました。キューバに11点目が入った第4セットです。11対6。さあキューバ6番のベルトランのサーブです。日本このセットを落としますとこの試合負けということになります。さあ熊田どうか。熊田のスパイク、サ
サイドアウトサーブ権が日本。さあその熊田のクロスをご覧いただきました。熊田がサーバーの位置に入る。おっとサーブカットが乱れている。さあチャンスボール富士フィルム。熊田が拾って米山が上げて水橋を使う。ブロック吸い込み。さあ日本に7点目が入った。そうですね、はい、11対7です。さあそのプレーをご覧いただきました。フアタックしかし日本が米山が抑えきました。さあアウト。さあ日本に8点目が入ったところでキューバのサム・エルス監督が出てきました。キューバ1回目の作戦タイムです。さて第4セットですけれども、はい、キューバがかなりメンバーを変えてきた、キューバもストレートには点数が取られるようになってきてますよね。そうです、はい、その理由はですね、はい、米山君がセンター攻撃を使ってますよ。で選択攻撃が全然止まってませんからね、はい、キューバは。そうですね、はい、バルデス選手とね、はい、それからマリン選手ですけどね、はい、ですから彼らが迷わしているということが非常に富士フィルムにとってはプラスになってますね。そうですね、三橋そして川井のセンター攻撃がなかなか止まりません、はい、キューバ。さあ試合再開です。サーバーの位置に日本熊田です。前衛に米山、三橋そして海藤です。杉本です。得点が11対8、セットカウント2対1でキューバがリード。キューバがこのセット取りますとこの試合勝利を収めます。富士フィルムはどうしても負けていられない。このセット取らない、取ってファイナルに持ち込んでほしいですね。さあ杉本です。レシーブボールがアウトになりました。はい、はい、あっという間はねミスくさかったんですけどね。そうですね、セッターの米山です。まあ、本当に池永とはもうライバル同士ということですよね。そうですね、ね、おっこれは拾えない。サイドアウトサーブ権がキューバに移ります。得点が11対8。さあキューバのサーブです。13番のトーレス、セッターのサーブ。さあ杉本に上げます。杉本ライトから打ちました。サーブ点をもぎ取ります。富士フィルム、ここで河合君のブロックあたりね、はい、1本出ると本当に楽になりますけどね。そうですね、簡単にサイドアウトになります。キューバ3番のロドリゲスがサーバーの位置です。熊田、米山、そして杉本、ブロックのカーキューバのブロックが決まりました。2枚飛びました。そうですね、決めたのが6番のベルトラン。マリン選手も入って久しぶりですよね。そうですね、テレビだったのはね、ブロックポイントってのは久しぶりだと思いますよ、はい、キューバに12点目が入っています。おっとこれはアウトです。キューバサーブミスでサイドアウト。サーブ権がフジフィルム。8対12、第4セット4点を追いかける形です。フジフィルム。さあ杉本のサーブ移動して打ちますが、これは打ち切れない、難攻になります。さあ米山がトスが2段になる。熊田6番ですね。また6番のベルトランですか。ベルトラン、先ほどもそうでしたね、はい、そうですね、はい、8ネットがありました、はい、さあ杉本のサーブが続きます。フジフィルム9点目が入っています。9対12、スパイクサーブ。さあトーレスが誰を使うか。8番のオビエドを使う。さあ日本スライドル、日本は熊田、ブロックローカー、ブロックはアウト。そうですね、いいですね、思いっきりよくてね。そうですね、もう熊田君本当にこういう風に開き直って思いっきり打った方がいいですよ、はい、10点目が入りました。富士フィルム6番、はい、はい、いいブロックですよ、熊田君ね、はい、ようやくそのブロック、はい、決まりました、はい、さあキューバチームに選手の交代があります。8番のオビエドに代わって4番のその注目の選手ですね、はい、デスペイニョが入ってきました。さあ日本つなげるか。
レフトにして島田がフェイントで落とす。キューバもうまく拾っている。さあトスが2段になって、はい、ブロック、河合のブロック。さあ12対12同点に追いつきました日本富士フイルム。第4セット同点です。さあ杉本のサーブが続く。あっとサーブです。こういうところの流れを止めてほしくないですね。惜しかったですね、はい、前と狙ってたんですけどね、はい、杉本君ね。さあ12対12と逆に追いつかれた形のキューバです。キューバのサーブ、米山、そして岩島がフェイントです。キューバがまず繋いでいるトーレスがデスペインを使う。やっぱりねキャプテンね。さあキューバです。13対12デスペインがアウト。ブロックどうか、ブロックアウト。さあ14点目キューバが入った。キューバマッチポイントです。セットカウント2対1これが第4セット。そして第4セット14対12キューバがマッチポイントを迎えています。さあキューバのサーブです。さあ米山が河合を使う。これはアウト。1回目のマッチポイントを逃れましたフジフイルム。さあこれでね、岩島、はい、ブロックが欲しいですね。そうですね。そしてレシーブで拾うかどっちかです。はい、止まる。さあ中央から、これは拾えない。さあキューバ2回目のマッチポイントです。14対12。さあ場内から大きな応援の声が上がっています。フローターサーブ。さあ島田どうか。さあキューバトスは2段に乗って決まった。6番のベルトランが最後決めました。第4セット15対12。結局セットカウント3対1で昨日に引き続きましてキューバが富士フイルムを下しました。さて古市さん、はい、振り返っていただきたいんですが、第1セットキューバ取ってその後第2セットフジフィルムが取りました、はい、3、4と連続またキューバに取られてしまったんですけども、はい、やっぱり一つですね活路を見出せるとしたらやっぱりセンター攻撃ですよね、はい、これセンター攻撃ずいぶん効いてますからね、今後にかけてですねいい一つの目標といいますかね、どこから攻めていいのか、はい、そしてどういうふうにサーブレシーブをそこに持っていって、はい、組み立てるのかですね、その勉強にはなったと思います。そうですね、ともかくそのセンター攻撃が使えると、はい、いうことがはっきり分かったわけですからね、はいはい、一方それぞれの選手では熊田そして海藤が立ち直りを見せてますよね。そうですね、はい、特に海藤君の場合ね、はい、後半よく決まってきましたから、そういう意味で井原監督も最後交代したんだと思うんですけどね、はい、合格点上げていいんじゃないですか。そうですね、一方のキューバなんですけれども、はい、まあ、かなり選手を変えてきましたね途中でね、ですから1戦級の選手、まあ、ファーストラインと言ってますけども、はい、レギュラーとそれから2番目のメンバーチェンジした選手との実力の差はだいぶありますよね。そうですね、はい、今場内では優秀選手が発表されておりまして、河合にその記念品が贈られたところです。そうです、今日の試合は3対1とセットカウント3対1でキューバがフジフィルムを下しております。まあ、昨日今日と、まあ、フジフィルム負けてはしまいましたけれども、はい、かなりこれからですね、まあ、ほとんどのその選手が全日本の選手ということで、はいはい、全日本、ソウルに向けてはですね、はい、かなり得るものが多かったと、多いと思いますね、いうことでしょうね。そうですね、はい、さて、それではですね富士フイルムの主力選手に森アナウンサーからインタビューをしてもらいたいと思います。森さんお願いいたします。はい、コートサイドです。三橋キャプテンにまずおいでいただきました。三橋さん、今日は、まあ、残念ながら負けはしたんですが非常にいい試合だったんじゃないですか。そうですね、ムードもよく結構つながってましたからね、うちのバレーが少しずつできたような感じがしますね。はい、特に、まあ、第2セットは、まあ、もちろんそのキューバに勝ちましたし、それからまた最初セットも非常にそのもつれたものになりました。そうですね、みんな動きがやっぱり良くてやろうという気持ちが、ね、よく出てたから今日はなかなか負けても満足できる試合でした。はい、さてもう一人杉本さんにもおいでいただきました。杉本さん、はい、まあ、今日はその唯一取ったそのセットでも大活躍でした。
いやいや、とんでもないですよ。今日はですね、まあ、昨日に比べてこうサーブカットからの攻撃がね、うちの攻撃が結構切れてたんで、である程度レシーブでね、つないで点数取ったり、こちらの、ね、ブロックで取ったりとか、そういうケースが多かったんで、こういう試合内容になったと思うんですけどね、はい。まあ、この後と言いますと、何と言いましてもそのオリンピックということになると思います。そうですね、はい、いかがでしょうか。いや、いかがと言われても困っちゃいますけどね、まあ、とにかく、ね、まあ、まだまだオリンピックまでありますしね、この後 NHK 杯でまたキューバというのもやりますし、はい、一戦一戦やっぱりね、大事にやっぱり一生懸命やって少しでも本番の、ね、ソウルでいい成績残せるように頑張っていきたいと思います、はい、今日はどうもご苦労様でした。どうもありがとうございました。以上お二人に聞きました。はい、その杉本選手、最後にですね、まあ、オリンピックまでまだキューバとの試合を含めてかなりあるんで、一戦一戦大事にやりたいという言葉だったんですが、そのオリンピックに向けてですね、何かその一言いただきたいんですが、まあ、オリンピックは当然ね、もう今日の試合と同じように高さというのはもう意識しなきゃなりませんので、やはり計算したですね、バレーボールができればもう少しいいなと思いますね、と申しますのはね、サーブにしても狙ったところにやっぱりきちっと行くと、はい、それからスパイクのコンビネーションもですね、高さあるいは幅、そしてネットからの深さね、ここら辺も正確にね、トスが上がってそこから正確に打てるというような、そのなんて言いますかね、きちっとしたね、はい、計算できるバレーができればですね。